江戸川乱歩館は、おととし10月、火災で木造2階建ての本館などが全焼し、名張市出身の推理作家、江戸川乱歩にまつわる多くの展示品などが焼失しました。そこで、鳥羽商工会議所が近くの空き家を改装し、再開を目指して去年から改装工事を進めていました。新しく生まれ変わった江戸川乱歩館には、作家としてデビューする前に鳥羽で暮らしていた1年3ヶ月を振り返るパネルや、乱歩が愛用していた眼鏡や万年筆、ベレー帽など、火災の被害を免れた貴重な資料が展示されています。旧乱歩館が焼失したときは非常にショックだったので、このようにリニューアルオープンできるということはすごく皆さんの協力のおかげと非常に嬉しく思っています。江戸川乱歩館がゴールデンウィークからオープンします。連休中はずっと空いておりますので、皆さんぜひお越しください。江戸川乱歩館は大型連休初日の今月29日にリニューアルオープンします。